皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はお家でできる練習法のご紹介ということでやっていきたいと思います。今回はですね、パター編のショートパットの精度を上げていく練習法、フェース面の向きを正しく動かせるようにですね、練習をしていくといった練習ドリルをご紹介していきたいと思います。フェース面の向きを正しく動かす、これもちろん必要になってきます。例えばですね、バックスイングで開いてしまったり、ダウンスイングで閉じてしまったり、してしまうと、このボールのポジションだけまっすぐに合わせるというのは非常に難しいので、基本的にはですね、このまっすぐの動きというのをなるべく長く作れる動きを覚えていくというのが正しいストロークになります。この動きができるようになると、方向性ですね、ショートパットあまり外さなくなってきますので、ぜひ今回の練習ドリルしっかりと聞いていてください。今回はショートパットなので、振り幅、この振り幅でいうと、大体ですね、スタンスの幅内になっていきます。このぐらいの形でしたら、もうまっすぐまっすぐずっと動かすことが大切になってきます。ここを過ぎると少しフェースは開いてきたりとか、こっちからこの足を越えると少し閉じてくる、この動きは問題ないんですけども、とにかく足の幅の間だけでもまっすぐ振るというのを練習していきたいと思います。ここがしっかりとできれば、ショートパットのですね、方向性は格段にアップします。ぜひやっていきましょう。はい、今回ですね、用意していただきたいのはこのようなセッティングです。まずですね、ボールを置いたところからこのように構えていただき、アドレスを作っていきます。右の足の側面の方に1本ですね、こういう棒を垂直にセットしてください。そしてこの前にですね、足のこちらサイドの側面にテープをこう貼って、垂直のテープを貼ってください。このセッティングをまずは作ってください。で、ここで何をしていくかと言いますと、まずバックスイングをしていく、ストロークの振り上げていく際に、この棒でフェース面の向きをチェックします。フェース面とこの棒がですね、まっすぐに重なっているかどうかを確認してください。例えばこの時にフェース面とシャフトラインがこのバッテンになるような形で重なり合わなければ、棒に対してフェース面がこうまっすぐなら OK なんですけども、こういう形になってしまっていたりするとフェースは開いています。逆に閉じている方、このようにならないように意識をしていきましょう。ここからフェース面チェックチェックといった形で、まずはバックスイングの動きを覚えていきます。です。これができましたら、次はフォローですね、打った後の動き、ここはできました、打った後ですね、ここで止めてみてください。止めた時にフェース面の向きとこのラインがしっかりとまっすぐ合っているかどうか、これを確認していきます。これやってみるとですね、意外にこのフェース面合っていないな、特にフォローの向きで閉じてしまう人とか押し出してしまう人は、開いている方非常に多いので、この練習法効果的です。このような形です。このようにバックスイングもフォローのラインもまっすぐ振れるようになれば、構えた位置に転がってくれるというのがですね、確率がかなり上がりますので、ぜひこの練習を取り入れてみてください。まずはですね、難しい方はゆっくり、この自分の目で見える程度でいいので、このぐらいのスピードで練習をしてみてください。これなら大丈夫だなと思ったら、自分の心地いいスピードですね、あまり速くはダメなんですけども、心地いいスピードで練習をしていきます。はい、このようにですね、バックスイングのフェース面、そしてフォローを打った後のフェース面までチェックをしていく、これがですね、ショートパットを、格段に精度を上げる秘訣になりますので、ぜひですね、チャレンジしてみてください。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。